どうもどうも皆さんこんにちは、テックスタイルのテルです。さて、皆さんが使っている iPhone 本体熱くなったりしていませんか？テックスタイルの X の DM や LINE サポートの方に最近非常に多く相談があるのが、 X 旧 Twitter アプリを使っている時に iPhone 本体が異常なほど熱くなる、まあ、こういった相談が非常に多いんですけれども、どうですか皆さん、熱くなったりしてませんか？まあ、今回の動画では、こういった iPhone 本体が熱くなる原因や対処方法について、僕なりにね、ちょっと解説をしていきたいなと思っております。まあ、意外なね、ところが原因になっていてて、それをすることによって、まあ、この本体がね、まあ、熱くならないようになる。こういった方法もありますので、まあ、ぜひね、iPhone ユーザーの方であれば、今回の動画、最後までご視聴の方、よろしくお願いいたします。では、スタート。はい。ではですね、まずはお伝えしておきたいこととしては、今回のこの動画ではあくまでも初歩的なこと、まあ原因であったり対処方法の初歩的なことを解説していきたいと思います。まあそれには理由があってですね、まあ皆さんの iPhone の設定状況とかね、まあその設定の中にはネットワークの接続の状態であったり、アプリのバージョンの状態であったりだとか、まあユーザーごとにいろんなパターンがありますよね。その状況に合わせて、この初歩的な改善策に該当しない場合もあります。なので、まずはこの動画を見ていただいて、初歩的な操作、改善方法をやっていただいて、まあ、それで改善できればね、OK なんですけれども、改善できない場合は、個別でね、X の DM 相談や LINE サポートを活用してください。それらのね、URL はこの動画下の概要欄の方に貼っておりますので、そこからお越しください。なので今回の動画は初歩的な原因であったり改善方法となっておりますので、そのあたりねちょっと理解してください。まあ、その上でまずは大きく分けて2つに分けたいと思います。もう簡単です。アプリに原因があるのか、それとも iPhone 本体に原因があるのか、まずここを分けておきましょう。まずはアプリ。アプリで何かね、こうさっきも言ったように X 旧 Twitter のアプリを使っているとき、立ち上げているときに iPhone の本体が異常に熱くなるという相談が非常に多いんですけれども、ここで一つ皆さんに確認していただきたいのは、どのアプリを立ち上げても熱くなるのか、それともその X、旧 Twitter のアプリだけが本体を熱くする原因になっているのか、ここをね、ちょっと確認してみてください。もし、その X、旧 Twitter のアプリだけで本体が熱くなるということですと、それは iPhone 本体に異常があるわけではなくて、このアプリ、X、旧 Twitter のアプリが何か原因を引き起こしている可能性があると思います。まあ、その場合は、X、旧 Twitter のキャッシュデータのクリア等を行ってみてください。で、その上で最終的には、この X のアプリの削除、そして再インストールを実行してみてください。まあ、おそらくそれでね、結構僕のところに相談に来ている方の、約7割、8割ぐらいが再インストールをしたことによって、改善したっていう報告が来ております。そしてもう一つが、その X、旧 Twitter のアプリのバージョンが古い場合は最新のバージョンに上げてください。もうここはね、基本中のところだと思います。なのでまず最初に確認してほしいのが、アプリ全体で、こう iPhone 本体がね、熱くなるのか、それとも特定のアプリ。例えばこれが X のアプリ、旧 Twitter のアプリ以外でも同じです。Facebook、ね、Instagram、TikTok、何か特定のアプリだけで iPhone 本体を熱くさせてしまっているのであれば、何かしらそこにデータ、負荷がかかっている可能性があるので、例えばキャッシュクリアができるんであれば、クリアをしていただく。それでも改善しない場合は、そのアプリのまずバージョンを確認していただく。最新であったとしても同じように熱くなるんだったら、一旦そのアプリを削除していただいて、もう一度再インストールをやっていただく。これはね、アプリの方に何か問題がある場合にやっていただく基本中な原因と対処方法となっております。そしてもう一つの方なんですけれども、iPhone 本体に何かしら原因があるのではないかとね、思われている方もたくさんいるかと思います。これはね、僕のところにこう相談に来ている iPhone 本体、モデルを確認すると、大体なんですけれども、iPhone 12より新しいもの、そして iPhone 12よりも古いもの。この辺でね、ちょっとね、こう分かれてくるんですよね。やっぱり iPhone 本体がちょっと古いものに関してくると、少しの負荷がかかることによって iPhone 本体が熱くなるっていうね、そういったこう原因になっている可能性もあります。なので、まずは iPhone 本体が古いのか新しいのか、ちょっとご自身でね、認識をしていただければなと思います。で、その上で基本中の基。
まあ、皆さん iPhone 本体にね、こうケース、フィルムね、装着しているかと思います。まあ、ここのフィルムやケースが、まあ、原因になっている可能性、ダントツの1位です。で、直接、まあ、僕のところにね、こう相談に来ていただく視聴者の方、相談者の方は、まあ、大体皆さん同じことを言うんですけれども、今まで何にも問題がなかったから、ケースやフィルムではないと思うんですよね、って言われる方は非常に多いです。まあ、ここはね、間違った認識と思ってください。やっぱりね、iPhone も、まあ、細かいね、こうセンサーがついてたりしますし、今まで何にも問題がなかったとしても、所詮ケースやフィルムっていうのは消耗品です。まあ、そういったところが原因になっていてて、iPhone 本体が、まあ、熱がこもってしまって、本体熱くなってしまうっていうね、そういった症状が現れるっていうのがね、一つの例です。そしてもう一つが、まあ、iPhone 本体にはパソコンのようにファンがついてないんですよね。で、そういったファンがついていないので、あくまで iPhone 本体は裸の状態で、まあ、風を通してですね、iPhone 本体の熱を冷ますっていう役割を持っているんですけれども、やっぱりどうしても、こう、ケースとか、フィルムで密着することによって、まあ、iPhone 使ったりするときに中の温度がかなり高くなって熱がこもってしまう。で、その熱を、まあ、こう放熱、こう出すっていうことができなくなってしまって本体が熱くなる。まあ、ひどい方で言うと、まあ、高温注意って出たりだとか、まあ、iPhone 本体がフリーズしてしまう、シャットダウンしてしまうとかね、そういった症状が、まあ、現れやすいのかなと思います。なので、まあ、ケースやフィルムを、まあ、装着されている方は、まずはね、それらすべて外していただいて、同じ状態になるのかどうかっていうのを確認してください。で、その上で、ご自身が使っている iPhone のモデルですよね。このモデルが比較的新しいのか、それとも古いのか、この辺もやっぱちょっとね、関係してきたりします。まあ、それはね、少しだけ細かいことを言うと、やっぱり今皆さんが使っているね、こうアプリ、いろんなアプリね、iPhone の中に取り入れていると思うんですけれども、そのアプリはやはり最新の OS にね、合わせてきますよね。そうすると、まあ、いろんなことができたり、まあ、特にゲームアプリなんかそうなんですけれども、そういったゲームをアプリで立ち上げることによって、古い iPhone だと、まあ、ゲームはできるんだけれども、ちょっと負荷がかかりすぎてしまう。最新のね、新しい方の iPhone だと、結構サクサクね、こう、余力を持ってゲームができるんですけれども、古い iPhone だとやっぱり負荷がかかりすぎてしまって、そこでまあケースやフィルムを装着していると熱がこもってしまって、まあ、カクカクしたりフリーズしたり、高温注意になったり、iPhone 筐体がまあ異常に熱くなるとかね、そういうふうな現象を起こす原因となっておりますので、まずはケースやフィルム、そして iPhone のモデルっていうところもね、ちょっと確認してみてください。ケースフィルムがあった場合は外してみてください。で、その上で、まあ、このモデルは関係ないんですけれども、iPhone のバッテリーの残量ですね。これが、まあ、最大容量として 80% をね、まあ、下回っている方、もしくは 80%、81 とか2とかね、まあ、その辺界隈のパーセンテージでバッテリーをね、使われている方も、ひょっとしたらそこがネックになっていって、iPhone 本体を熱くさせている原因かもしれませんので、このバッテリーの最大容量というところも一度ね、確認してみてください。それでもやっぱり改善しないということであればバッテリー交換をするか iPhone の買い替え時期のタイミングかもしれません。なのでこの iPhone 本体が熱くなるっていうね、こう相談が来ているユーザーの方って、まあ、一部の方なんですけれども、まあ、大体がね、まあ、ゲームアプリされている方が多いのかな。ただ今回相談が一番多いのはやっぱり X のアプリ、旧 Twitter のアプリだけを立ち上げているときに iPhone 本体が熱くなるっていうね、相談が非常に多いので、ここに関しては、まあ、さっきも言ったようにキャッシュデータの削除、クリア、あとは X のアプリの再インストール、これをやってもダメだった場合は、このアプリ側に何らかの問題が発生しているのかなと思いますので、ここに関しては X、旧 Twitter アプリの最新のバージョンが出てくるまでちょっと待つ必要があるのかなと思います。とは言ってもね、僕も X、旧 Twitter やってますけれども、まあ、立ち上げてもね、iPhone 本体熱くならないんですよね。まあ、フィルムは貼ってないんですが、クリアケースつけてますが、iPhone 本体が熱くならないので、やはり一部のユーザーだけで、まあ、こう発生してるのかなと思っております。なので、さっき言った対処方法をやっていただいて、まあ、改善するかしないかっていうところを確認していただいて、まあ、それでも改善しないっていうことであれば、まあ、いろんなネットワークのところに問題があるのかとかですね、他のアプリが何か起因しているのかとかね、まあ、または、この iOS に何か問題があるのかっていうのは、個別でね、設定状況を確認していかないとわからない部分ですので、そういった方は個別にね、
X の DM 相談または LINE 相談を検討してみてください。では今回の動画ではですね、特に X のアプリ、旧 Twitter のアプリを起動しているときに iPhone 本体が異常なほど熱くなる問題についての原因と対処方法、基本的なところをお話しさせていただきました。まあ、あとはですね、今回この動画で話していない、まあ、別の何か iPhone の不具合とかね、iPad や Apple 製品の、まあ、不具合を抱えている方がいらっしゃれば、この動画内にコメントを入れていただくか、X の DM または LINE サポートを活用してみてください。それでは今回も最後まで動画を見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。ではまた。